唇塗ろ。 TikTok がさ、今日なんか暗め加工みたいなしたから唇にね、色をのせなかったんですよ。あれ、どこ行った？今リップあった。TikTok 見た人いるかな。まあ見なくてもいいんですけど、なんかさ、時間がなくて TikTok 撮る3本ぐらいしか撮んなかったんですよ。そうだからテイク1とテイク3を載せました。なんかテイク2はさすがにちょっとちょっとなんかあれだったんで。上がってるよね。あ、さ、今あげました TikTok。 毎日更新チャレンジしてるんですか？いや全然してない。毎日更新って言ったら私やんなくなるから、や、言わないっていうか、毎日更新しますって言ったらなんかやりたくなくなるんだよね。だからなんか毎日更新しますって言ったらさ、更新しなかったらえなんでとか言われるから、もう最初から言わずに、うん、まあと毎日投稿できたらいいなみたいな感じです。これ食べちゃおう。ちょっと一回ストップしてて、一回待ってて。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。TikTok 初めてダンス動画上げたかも。ガチの、ガチっていうか、じゃーん、ちょっと固まってる。ちょっと固まってんのを今解除してます。なんか最近ヨーグルトをねたくさん摂取してるんですよ。でなんかヨーグルトをなんか特大サイズで買ったの。特大サイズみたいな、なんかたくさん入ってるやつあるじゃないですか。でそれって味がないじゃん。なんか無糖のやつを食べて、あ、無糖のやつを買っちゃったんですよ。でそしたらなんかあんまり美味しくなくて、いつも食べてるヨーグルトじゃないからさ、あんまり美味しくないと思って、どうしようと思って、でヨーグルト、あ、フルーツも買ってたから、フルーツにこうやって混ぜたら食べやすいと思って食べたら、もう2日間でなくなった。固まってる。ごめんなさいね、食器をガチャ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 やって。
そうだ、薬飲むの忘れてた。うん、酸っぱい、ベリーが酸っぱい。うん、ベリーが酸っぱいですね。TikTok 投稿しました。さっき言ったか。うん。酸っぱ。夜ご飯でいいかな今日。なんかね、薬飲んでから食欲がないんだよね。なんかその薬の副作用をなんか検索したら、食欲がなくなるみたいな、食欲が落ちるって書いてて、まあ確かに、なんか前この間というか、その薬を飲むまでは結構なんか家に一日いるとなんか何かしら食べたいみたいな、なんかお腹空いてないけどなんか食べたいなみたいな感じ。なんかまあ例えばお昼ご飯を食べて、その後になんかちょっと食べたいなみたいななったりしたけど、今はなんかもうご飯自体そんなになんかなければ食べなくていいかなみたいな、なんかあったら食べるけどなかったら食べなくていいかなみたいな感じ。そうだから、なんかこってり系とか食べられないから、こういうなんかヨーグルトとかにフルーツ入れて食べてます。そう、なんか今5個薬を飲んでるんですけど、それの5個のうち3つがその副作用がご飯が食べれなくなるみたいな書いてて、なんか全然食べれるんだけど、ただお腹が空かないってだけ、多分その薬の影響でお腹が空かないんだけど本能は空いてるみたいな感じ。それもさ、1回でさ6、7、8、1回で10錠ぐらい飲むのね、全部で。めっちゃきつい。薬嫌い。もう薬を飲まないですね。毎食後、そう、食前と食後に飲んでます。それも朝昼夜全部。めっちゃしんどいって感じです。なんか昨日ネットフリックス見たんですけど、なんか言うてでしたねなんか当たり外れがあるよね、やっぱ映画の線映画線映画
はじめましてとありがとうございます。ネットフリの韓国ゾンビの学園ね、お母さんが見てたけど、なんかそこはなんかね、ゾンビ系結構苦手なんだよね。そう、でもなんかママがそこまでみたいな、そこまで面白くないって言ってたから見なかった。今日暑かった、暖かかったですね。今日はちょうど良かった、私からしたら。私はちょうどでした。なんかあんまり歩いたりしてないけど、あ、ポカポカ日和って感じでしたね。結構ポカポカだなって感じでした。ポカポカ日和でした。めっちゃ春だしね、春だなぁと思いました。今日春と思いましたね。春でした。今日はこれから、でも春って結構一瞬で終わるからね、春のお洋服を楽しみたいなと思いました。春ね。こんばんは。何か質問はありますか？そう、なんか昨日の夜に結構深い考えをしてて、深い考え深い考えみたいな、深い考え、なんて言うんだろう、考え事をしてて、考え事をして、なんか今もそのなんか心情が引きずってるって言ったらあれだけど、なんかそれについて考えてたら、こうなんかテンションがあんま上がんないなテンションあんま上がんないっていうか、なんかどうしようかなーみたいな感じですね。そうね、考え、私だってね、考えたくないですよ、考え事は。考え事嫌いなので考えたくないんですけど、考えないで生きていきたいですよ、人生は。でも考えないといけない時も来るんだなって思いました。そう、それは結構お母さんと話して、昨日は母とその話したからって感じ。なんか人生って難しいなと思いました。そう、人生難しいな。今日めっちゃ眉毛綺麗じゃないですか。絵に描いたような眉毛してる。
人生山あり谷ありだらけね。えそうだよね。でもさ、なんかさ、すごい最近思うんだけど、なんか AKB48 とかさ、そういうまあ芸能界ってさ、後先がすごい見えづらい世界じゃないですか。なんか結構さ、普通に OL とか会社員とか、まあ普通に働いてたら、なんかそこまでさ、大きな変化とか、なんかなんだろうな、自分の努力でまあどうにかなるとかもあるけど、いろいろなんかその自分の立ち位置が変わったりとかあると思うけど、なんかそこまでさ、日々淡々と過ごしたりしても結構大丈夫じゃないですか、普通にね。でもなんだろう、やっぱそういう芸能活動してるって、なんか後先が本当に分かんないなと思いました。だってもちろん去年の、もし去年1年前の自分も、あの将来どうなってるんだろうと思って、1年後が今こんな感じの状況になってると思ってなかったし、なんか本当に見えないから不安とかどうしたらいいんだろうとか思いますよね。そう、だからやっぱり自分が、人生は一回だから、自分のやりたいことを優先した方がいいのかなとかも思ったりとか、そう。でもね、やっぱりアイドルって限られた人しかできない職業じゃないですか。なりたいと思っても絶対なれない、あ、なりたいと思ってるし、なりたいと思ってもなれるような、なりたいと思ってもなれる職業じゃないし、限られた人しかできない職業だからっていうのもあるしとか、いろいろ考えましたね昨日は。でもね、結局ね、悩んだってね、後先は分かんないんだよね。悩んだら後先が分かるってなってる、毎日悩んで、あ、後先こうなるんだってなるけど、悩んだってね、後先は分かんないからね、もう悩む時間が無駄とか思うっていう人もいるけど、悩んじゃうんですよね人は。そう、人のことだから、人のことって言ったらだけど、自分のことじゃないから、結構なんだろう、その悩みとかもこう分かち合えなくて、それ悩んだり無駄、悩んだりする方が時間の無駄だよ、次々って言われたりもするけど、なんだろう、こっちは結構真剣にこう考えてたりとか、なんだろう、自分にしか分からないこのいろいろなことがあるのになぁとか思いますね。そう、そうね、そう、なんかそれこそ、そのコメントにあるみたいに、今を一生懸命生きればいいんだよみたいな、まあ言われたんですけど、今を一生懸命生きたからって自分がその AKB で叶えたい夢が叶うのかって言われたら分からないじゃないですか。そう、絶対、じゃあ今一生懸命生きれば選抜入らせてあげるよって言ったら、みんな一生懸命いけるし、でもかといっていつチャンスが巡り来るかもわからないしね。
そう、でもさ、なんか最近なんかその選抜が全てなのかなと思い始めて、なんかもちろん AKB は選抜さんが先頭に立ってたくさんお仕事とか、まあ、AKB 代表みたいなことでいろいろさ歌番組に出たりとかしてるじゃないですか。そう、でもなんか結構前までは歌番組に出たい、だから選抜になりたいっていう気持ちだったんですね。そのなんかだから歌番組とかそういうたくさんいろいろさあるじゃないですか、レコード大賞とか「M ステ」とか、まあ、いろいろ「カウントダウン TV」とかいろいろあるじゃないですか、 AKB が出演してる歌番組って。それに出たいから出たい、じゃあ選抜に入らないと無理だよねってなって選抜に入りたいっていうさ夢じゃないですか。でも今は、でもそのなんで私が「M ステ」とかそういうの音楽番組とかに出たいって思い始めたのかなって思ったら、そのテレビに出たいっていうのが多分一番大きいんじゃないかなと思ってるんですよ今。なんか冷静に考えた時にテレビに出る AKB のお仕事で一番テレビに近いのはその歌番組だから、じゃあ歌番組出たいと思ったのかなとか思い始めて、もしかして自分ってただテレビに出たい、ただっていうかテレビに出たいのかなと思って。そうだったら別に選抜になってその歌番組に出たいとかじゃなくて、別にさクイズ番組とかいろいろあるわけじゃないですか、テレビに出たいならね、と思い始めて昨日。うっすらとね思いました。そう、そうね、そう、分かんないんだよね、なんか自分がやりたいことが。選抜になりたいぐらいの欲がないと他の仕事を回ってこないよ。だって選抜になりたいと思ってるんだけど、なんでじゃあ選抜になりたいかと思ったら歌番組でしょ、なんでじゃあ歌番組に出たいのって言ったらテレビに出たいからなんですかねとか思ったり、わからないですけど、わからないですけどね。そう、やっぱりこれって本当にアイドルやってる本人にしかわかんない悩みなのかなとか思ったりして、まあいいです。なんかね、0か100すぎるんだよね。 はい、話やめます。これは「ギフト用も」マックスさんありがとうございます。マックスさんだけですかね。ありがとうございます。まあ自分のやりたいことを考えてやろうかなと思いますね。あ、なんか久しぶりに来たこの感情、なんか。こんばんは。今日は火曜日ですね。15日火曜日。15日火曜日ですって今日は。皆さんホワイトデーはどうでしたか？ ホワイトデーどうでしたか？ホワイトデーってさ、ね、チョコもらうの？普通は。チョコ美味しいよね。 チョコあげた。だってお返し？ちゃんと返しました。偉いね。
そう、逆に返さないとさ嫌だよね、なんでってなるよね、作ったのになんでってなる。チョコ、そう、セリカさんからねバレンタインのお返しいただきました。可愛かったグリッターなんですけど、可愛かった。なんか結構グリッターって自分であんまり買わない、それこそ私結構友達とかからプレゼントでグリッターとかいただいていたりするんですけど、なんかプレゼントでグリッターいただくから自分で買わないんですよ。そう、でもね初めてもらった色、自分が持ってる中で初めての色だったので、それのメイクを研究しようかなと思いました。嬉しい。お父さんからもらえないの、あげてない、今年私あげてないです。でもお父さんからはねちょくちょくいろいろもらえますよ。この間は服をもらったしとかいろいろもらえますね。なんか別にチョコもらっても食べないからね、私ダイエットしてるから、ダイエットっていうかなんかチョコとかそういう系は取らないようにしてる。そう、そうです。そうです。バレンタインの思い出は皆さんありますか？バレンタインデーの思い出ないわー、私ないわーって言っとこう本当にないんだよね。幼稚園ぐらいしかないかな。いや本当にないわ。ないわ。うん。初めてもらったのが中学。いいね。中学校ってなんかリアル。机の中を探したけどなかったです。かっこいい男の子は、だってかっこいい男の子、中3に手渡しされたのが一番の思い出。手渡しってすごいね。手渡しで「はいどうぞ」って言われるんでしょ。勇気いるわそれは。モテ期もないね、一緒私と一緒、おそろっちだね。手渡し、やっぱ手渡しの方が嬉しいよね。学校に持って行ったら先生に怒られた？うん、怒られそうな先生とは事前に仲良くなって逆にあげてました、私は。なんかちょっと、あの人言いそうだな、あの先生なんか言いそうかなと思ったら、そういう先生こそ逆に仲良くなって、その先生にあげてもう言わせなくする。してました。そしたらちゃんとお返しもくれましたね。美味しかった。先生にあげるのいいね。そう、先生は絶対にお返しがちょっといいもので返ってくるのであげてましたよく。高1の時もあげましたね先生に。わあ、あ、先生から噂されてるかな。
そう、でも先生さ結構喜んでくれるから嬉しいよね。そう。でもなんか本当に、なんか結構高校の時は、高1の時は、今年はあげてないんだけど、高1の時はなんかクラスみんなで作ろうってなっ、あ、クラスみんなに渡そうみたいになって、でクラスの男の子にも全員にあげましたね。なんかたくさん作って、なんかこれから取っていいよって言って。レイちゃんからもらえたら嬉しいに決まってる。だって 嬉しい。でも私結構バレンタインとかじゃない時に渡しちゃうかも。それこそ何もない日にクッキー作ったりするの、いきなり夜中にクッキー作りたいってなって、それこそ本当に高1の時って学校しか行ってなかったから、本当に暇すぎて夜中にお姉ちゃんと一緒にクッキー作って、クッキー学校に持ってって配ったりとかよくしてました。そう、それをいろんな人に配ったりしてましたね。そう、ベンさんありがとうございます。ブケニャンさんもありがとうございます。ラッピングとかしたの？え、そりゃするよ、ラッピングとかしますよ。そう、え、あとはさ、でも幼稚園の時にあげたぐらい、それぐらいしかないですね、バレンタイン。さ、幼稚園ってさ、本当にさ、ちょっとのことでなんか好きみたいになるじゃないですか。好きなのかももはや分かんないんですけど、幼稚園の時は毎年あげてましたね、特定の人に。元気してますかね、今。あとはなんだろう、いや、本当にそれぐらいしかない、バレンタイン。全然ですね。足が速い子がモテた。確かに足が速い子でモテますよね。足が速くて面白くてちょっとシャイな人がモテますね、学校って。あ、でも小学校は足が速い人が、もう足が速いだけでも本当に性格とかお顔とかも関係なく足が速い人がモテて、中学校になるとちょっとヤンキーっぽい人がモテるんですよね。なんかちょっとやんちゃしてるみたいな、ちょっとクラスで陽キャの一番トップか、陽キャグループで何も喋らないけどそこのグループにいるみたいな、なんか静か、陽キャの中の静かで常識人が一人いるんですけど、その人とかが思ってたりとか。でも高校生になるにつれてその陽キャの中の静かな男の子がモテてるイメージがありますね。もう高校生は完全それだよね。あとは高校生は女の子は年上が好きになったりとかみんなしてますね。先輩、まあ、そう、私本当に先輩と関わりがなさすぎて、あのね、本当に分かんない。で、同い年でも関わりないのに、あの先輩とかなんか怖いもんね、もはや見るだけで。そう、中学校、そう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 。女子はモテるの運動部以外かも。じゃあ私運動部以外だからモテてるのかな。 何にも部活所属してないけど、帰宅部ってモテるかな。 ちょ、本当にさ、なんかアイドルってさ、なんかめっちゃチヤホヤされるイメージじゃん。本当にないからね。
逆に本当になさすぎてびっくりしちゃうよ、私の学校生活。みんなに見てもらってるわけだけど、ね、本当にモテ期ってあるのかな。え、知らない間にモテてるとか、それはないか。でさ、モテてるのかさ、アイドルだからっていう枠があるのかわかんないよね。アイドルって難しいよね、アイドルしてたら。笑顔可愛い子がモテてた記憶ある。あ、じゃあ私無理だ、私笑顔可愛くないから。なんかさ、壁写撮影の時になんか笑わないでじゃないけど、なんかおすまし顔を最初してくださいって言われて、もうすまし顔得意だからさ、こうふーんってやってたので、それでなんかちょっと歯出して笑ってくださいって言われて、私最近なんか嘘笑顔が本当に下手くそなの。やるね、嘘笑顔めっちゃ下手じゃん今みたいに。なんか見ててね、嘘笑顔下手くそじゃん。でこれをやったんですよ、撮影で。そしたら、あ、笑顔やめよっかーってなって、あちゃーっと思って。そう、私笑顔可愛くないの、だから最近笑顔の練習をしてます、頑張って。そう、なんかマイク持ってたらで目だけでこうやったらなんか笑ってる感じがするから OK なんですけど、そう苦笑いみたいな。そう、なんかね、唇がちっちゃいから、私ほら唇めっちゃ薄いんですよ、めっちゃ唇薄くて。見せ方むず。唇めっちゃ薄くて、唇がめっちゃちっちゃいじゃないですか。軽く唇を開くと笑顔っぽくなる。これですか、絶対違うよね。薄いじゃないですか。そうだから、もし私とキスする人がいたら、うわ唇ちっちゃーって思うと思います。絶対いないけど。普通でしょ。いや、これめっちゃちっちゃいんだって。私口の中もちっちゃくて、なんか歯医者さんでなんか口を開けてなんかベロをこの上の上に当ててくださいって言うのに、私ベロ短すぎて当たんなくて、で当てれるのね、こんなぐらい、あの口を閉じないとこうやって当てれないんですよ。このこれが限界、これが限界で、かっこよくかっこよくベロが足りなくて、でここのベロのここ線切りますかって言われて、絶対嫌ですと思って、大丈夫ですって言った。そう、口がちっちゃいとここのね筋肉がないから、私唇もちっちゃいんだって。でも唇ちっちゃいのアヒル口がいいんじゃない。私アヒル口じゃないよ、ほらアヒル口ってこうですよ。アヒル口本当に似合わないんだよね。そんなん言う歯医者嫌だって、言わないでください。お姉ちゃんの歯医者なんで。親知らず抜くとき大変だったし、え、超大変ですが、なんか本当は入院するんですよって言われて、最後にえと思って、私一気にね4本バシってやばくないですか。え、2本か、それもなんか親知らずがまだ生えてない状態の時、まだ親知らずがね生えてない状態だったんですよ。でその埋まってる親知らずを裂いて、肉を裂いて取ってってやったんですね。もうそれ大手術なんですって。そうで、なんか普通は親知らずはなんか痛くなったら取ったりとか、生えてきたら取るらしいんですね。でもまだ親知らずなんか矯正してて、その親知らずが矯正中に生えてきたら困るから先に取りましょうってなって、あ、了解でーすと思って、そしたら肉を裂いて、最初肉を切ります。ちょっとグロいけど、でそれでウィーンって削って、めっちゃ奥にあるから、そうめっちゃ時間かかったし、途中麻酔切れて号泣したし、でも痛いって言えなくて号泣してたら、なんか最初なんか男の先生がやってくれてたの。それなんかもう痛いよと思って、でもなんか親知らずって抜くのこんぐらい痛いんだと思ってたんですね。そうで言われてて、で私結構その親知らず抜く前日に、れいちゃんは痛みに弱いからちょっと痛いぐらいじゃ痛いって言わないでねっ
ってお姉ちゃんに言われたんです。お姉ちゃんがそこの歯医者の歯医者の先生なんで、言われて、あ、分かったよっつって言ったんですね、次の日。そしたらめっちゃ痛かった。でも私って痛みが弱い人なんだってそこで出てきて、めっちゃ我慢すると思って、でもさすがにこれ痛すぎじゃないと思って、もう頭も痛いし、ここももちろん痛いし、もう涙止まんないけど、先生に涙見られたらなんか思われんのかなとか思って、でもう涙我慢したので、それでなんか片方抜いたのかな。でもう片方の時にこっちが時間かかりすぎて、その埋まってるから、でこっちやる時に、どっちか忘れない、こっちやる、もう片方やる時にもう麻酔が切れてるんですよ、もちろん。もうここで1時間ぐらい使っちゃったから、でもこっちが全然もうやばすぎて、こっちより痛いじゃんと思って、こっちがちょっと待ってと思って、もうそれでなんかと思って、でそれでその助手の人たちがいっぱい、なんか助手の人たちがなんか、ああの妹ちゃんねみたいな来て、で、あ、妹です、もうこっち痛いのよ、もう妹ですって言って、でなんかその女の人たちが来て、やっぱ同性の人ってさ、こう分かち合えるじゃん、いろいろと。だからその女の人たちに、なんか女子4人ぐらいの人たちに、4人ぐらいの女子の人たちに言われた瞬間、バーってめっちゃ涙出て我慢してた涙がね、バーって出て、それどうしたんですかって言われたから、すごく痛くてって言ったら、麻酔が切れてるのかもって言われて、どんぐらい痛いですかって言ったら、もう頭もかち割れそうなくらい痛くて、ここをもうあの口開けるのも精一杯で、本当に痛いですって言ったら、あ、じゃあもう確かにこっちが1時間半とか1時間ぐらいかかっちゃってたから、こっちの麻酔がもう弱くなってるんですねってなって、麻酔をめっちゃ打ってやったら、もう全然無痛まではいかないけど、ちょっと奥の方で痛いなみたいな、もうあの痛みはもう一生味わいたくない。なんかガチ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 って、この歯ね、なんかトンカチで殴られてる、殴ってんですよ多分。そう、痛かったです。藤園デンタルクリニックではないです、お姉ちゃんの歯医者じゃないんで、お姉ちゃんはそこで歯医者の人をしてるって感じです。そう、もう本当に痛くて号泣しました。その歯医者名だ、言わんどいてって、それは言わんどいてって。でもさ、なんかさ、あれだよね、なんかモテそうじゃない、お姉ちゃん、なんか歯医者で働いてますわって言ったら、なんかモテそうだよね。ね、モテんのかな。そんな経験したくない。そうなのよ、なんか普通に親知らず抜くんだったらいいんだけど、藤園歯科で検索、出てこないと思います。だって顔全然、あ、顔じゃない、名前全く違うもん。名前藤野じゃないよ、2文字でもないっていうね。すぐそうやって特定したがりますよね。なんでですか、なんでそんなにすぐ特定したがるんですか、皆さんって。プル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 、行きたいのかな、だってわざわざ。私もうそこでやってないよ今今私そこ行ってませんよ、鹿児島だもん。それ今は普通に東京の違うところに行ってます。もうだってさ、矯正今始めてるからさ、全然行かない、ね、矯正も違うとこでやったし、ね、なあね、プライベートなのにダメだよねえ。衛生士さんのお胸が当たってドキドキするってね、それやばいですよ、犯罪ですよそれって、やばいですよそれ、変態ですね、やばいよそれ。書かないでよ、書かないでくださいよ。まだ私17歳ですよ。取った後穴開くの、穴開きました、2個、あって。でもたまに当てる、うわー、ねえみんなさ、そんなこと意識してるんですか、嫌だよ。
会社の同僚や上司に同じことできるって話だよね。ね、本当にそうだよね。多分歯科衛生士さんは慣れてるから平気。慣れてるとかじゃなくて、多分意識してないんだと思う、もはや。多分それをなんか、やられたって意識してる方がなんかあれだと思いますよ。そう、あ、やられた、え、当たった、当たっちゃった、ひひひ、嬉しいなって思ってる方があれですよ。でも、あ、歯医者さんなんて、歯医者さんのその助手の人なんて、もう当たってるかも、もう、あの、眼中にないんじゃないですか、もはや。ね。ダメだよ。で、それさ、歯医者さんに言ったら絶対ダメですよ。でも、ドキドキする、だから嬉しいんですよね、それって。やばいですよ。ちょっと、犯罪、危ない。捕まりますよ、ちょっと言ったら。ちょっとやっちゃったら。意識したらダメですよ。全然ドキドキしないよ。眼中にない。でもそれも眼中にない相手は、こっちが意識しって感じ。意識しちゃって、あっちの子、え、当たってました、え、大丈夫ですかみたいな感じですよ。ファンが捕まることを心配してくれる優しい。え、そう、本当に捕まられたら困るからね。思っていても言わないのが紳士。いや、そうだよね。レイさんの反応を楽しんで、ね、それもそれもそれであれなんですけどって感じ。それより歯石取られる感覚の方が気持ちいい。いや、歯石たまるまで歯磨きしないとかないですよね。やめてください。歯石たまる、たまらない、たまってる人ってちゃんと歯磨きできてないんですよ。ちゃんと歯磨きしてくださいね。歯全部なくなっちゃうよ、おじいちゃんとかおばあちゃんになった時に。下はスカートですか？そう、スカートです。今日の全身が見たいなって人はぜひ私の TikTok を見てください。 TikTok に上がってますんで。ずっとこれ全然コメント来てないんだけど、どういうことですか TikTok。 こっちで私は監視してるんですよ。ヒッ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 ヒーだ。ダンス習っとけばよかったと思ったよね。ダンス習っとけばよかった。ダンス習っとけばよかったと思いました。ひーダンス習っとけばよかったって思った。1回目にしてよくない？これ本当にテイクワンだからね。こうやってなんか今日、あ、なんか TikTok 暇だし撮ろうかなと思った時に、なんか TikTok の一、じゃあなんか何しようと思ったけど、一番最初にこれがおすすめに出てきたんですね。で、あ、もうこれでいいやと思って、簡単そうだし、なんかこうやって、あ、こうやって、こうやって、あ、オッケーオッケーオッケーと思ってこう設置してやったら、あ、1回目、あ、なんかいい感じやんと思ってやって、で3回ぐらい撮ったんですね。ででも1個目と3個目が良くて、あ、もうこれとこれでいいやと思って。そう、多分私お腹見せたの初めてかも。それはないか、劇場とかである。バズりたいのね。だってね、バズりたくなくて TikTok する人いないですよ。なんか今日私めっちゃ正論で返してて、超性格悪いみたいな、なんかなるかもしれない、嫌だな。
ブーだ。大丈夫私。じゃあ私さ、今からめっちゃ正論でいろんなことに返すね。なんかさ、やっぱアイドルってさ、なんかさ、こうなんか「ヒヒそうでいいよね」って返したりさ、結構するじゃないですか。でもさ、今日みたいに結構なんか疲れたなとか、昨日いろいろ考え事しちゃって、それがなんか引きずずずずず引きずっちゃってるなみたいな感じな時って、なんかいろいろなことにせ楽しげな企画楽しい、絶対やばい。そう、じゃあみんながたくさんコメントしてくれないと。女は腹黒いんでしょ、ほぼ全員。もう人間じゃないそれ。なんか人間の話ですよね。なんか思うのは、なんか何なんだろうね。なんか一番腹黒いなと私が思うのは、あの世渡り上手、世渡り上手とかも全然いいなと思うんだけど、私って結構世渡りベタというか下手くそなんですよね、そういうのが。だからなんか嫌な時はなんか嫌だみたいな顔にこう出ちゃったりとか、結構なんか正直なのかなね、自分で言うのもだけですってあれですけど、なんか正直なのかな、まあ、正直すぎちゃうっていうところがあって、まだ多分17歳だからそこら辺多分下手くそなんですけど、でもなんか世渡り上手な人を見ると、なんかあれ、あっちではああ言ってたのに、なんでそこではさっきはああ言ってたのに、なんでそこであそこ言うんだーみたいな、っていう人が多分世渡り上手、まあそれ八方美人に入っちゃうのかなと思うんですけど、まあそれもそれで一つの生き方だからしょうがないかなと思いますね。女子は全員そうとかじゃなくて、男性の方もそういう方いらっしゃいますし、もちろん。大人っぽくなったねって言われるのは好き。え、どこを見て大人っぽいって思ってるのって最近思います、よく。なんか多分、え、大人っぽくなったねって言われるのが多分レイちゃんは嬉しいから言っとこうなのかっていうパターンと、本当に大人っぽくなったと思って大人っぽいって言ってくださるっていう、まあいろいろなパターンがいらっしゃると思うんですけど、別に大人っぽいって言われても嬉しいし嬉しくもないしみたいな、もう普通ありがとうございますって感じだし、可愛いももちろん嬉しいしありがとうございますって感じですね。なんかどこを見て大人っぽいってなってるのかなってすごい最近思いますね。大人っぽくなってっていうか、ちょっと垢抜けだとかの部分に入るんじゃないかなとか最近思いますね。そりゃあね、だってデビューした時は12歳だもん。そりゃあ5年も生きてれば大人っぽくなりますよ。だっておぎゃーって生まれてから5歳になったらさ、あの大人っぽいとかじゃなくて、もう成長したってなるじゃないですか。それがね、成長したの段階でなって、それが大人っぽいなって、だからそりゃあね、逆に変わってないとおかしいですよねーって感じですよね。一人芝居うまそうだって、デビュー当時を覚えているんだよ、ありがとうございます。結構検索したら出てくるよね、藤園レイって調べたらデビュー当時すぐ出てくる。可愛いと思う女性のタイプは、え、なんだろう、なんか自分に持ってないものを持ってる人はすごい可愛いとかじゃなくてかっこいいってなりますね。可愛いと思うのは、可愛い、私結構可愛い人よりも美人な人が好きなんですよね、結構。あ、違うわ、え、14歳で入ったんだわ、ごめんなさい、めっちゃ嘘ついてた。可愛い、なんか可愛いなと思うけど、可愛い人を好きになるって言われたらあんまり、なんか可愛いなと思うけど、なんか好きなんか憧れるとかはなくて、結構なんか私美人な人に惹かれやすくて、なんか美人な人を、あ、なんかダイエット
成功したらこうなりたいなとか思ったりします。だから私結構美人な人が好きです。ギョルギョンさんとか好きですね。中国の方なんですけど。嫉妬とかするの女子に対して。嫉妬私あんまり嫉妬、なんか嫉妬させる方がなんでと思いますね逆に。多分嫉妬、なんか嫉妬ってさ、いろいろなやつがあるじゃないですか。なんか嫉妬されたいからそういう行動をするっていうのもあるし、そうっていうパターンもあるし、あとはただ自分的にはそれが嫉妬だけど、相手は自分のことが好きじゃないからそういう行動をわざととって、あの私とか、まあそういうこっち側が嫌いにならないかなみたいな感じで取る嫉妬もある。嫉妬？こっちが嫉妬なんだけど、相手が嫌なことをわざとしてるっていう可能性もあるし。だからなんだろうな、私なんか別に嫉妬あんまりないかな。嫉妬妬みとかないですかね。うん、嫉妬とかあんまりないかな。別になんかするタイミングがないですかね。そう、可愛いと言われてももう嬉しくないの。え、可愛いも嬉しいですよ。可愛い、もう普通に大人っぽいねとかも嬉しいし、嫌な言葉じゃないからね、ブスとかは嫌だけど、普通になんかプラスの言葉だと嬉しいですけどね。結構そう、テゲテゲには出ないの。え、出れないんじゃないですか。なんかもうさ、地元のお仕事さ全然ないですよね今。美人な人は観賞用になりやすいんですが、てんてんてん、実際に付き合いたいのはてんてんで。え、どういうことかなこれ。美人な人は観賞用になりやすいんですが、実際に付き合いたいのは、え、どう、これどういうことだ。れいちゃんも嫉妬される側かも。え、どうだろう。でもなんかアイドルに、それこそさ AKB とかみんな可愛いじゃないですか。多分ちっちゃい頃ね、嫉妬されてる人多いと思う。嫉妬ないかな。なんか嫉妬したらね、多分絶対お顔ブスになっちゃうと思う。なんか嫉妬する場面がないかな今は。嫉妬？なんだろう、嫉妬ないかも別に。嫉妬した、え、しないかも。どういう場面で嫉妬ってするんですか。私嫉妬の仕方が分かんない。嫉妬ほんとしたことないかも。え、だって嫉妬ってさ、ダメなことだよね。なんだろうね、なんか嫉妬したりとか悪口を言う人って、それこそなんか誹謗中傷っていうか、まあ、アンチとかもですけど、なんかそういうことをする人って、その嫉妬してる相手、自分が嫉妬した相手とかのその何かが欲しいから嫉妬する。なんか自分にない、例えば、わ、あの子可愛いよねみたいな、それで悪口言ったりしたら嫉妬じゃないですか。それって自分がその子よりも可愛くないから、多分そう言って言っちゃったりとかするから、多分自分にないものをその子が持ってるから嫉妬したりとか悪口とか言ったりするから、うーんって感じですね。なんか結構私もその美人な人とか見ると、ああ可愛いなとかはなるけど、え、なんで可愛いのとかはなんかなんないかな。なんか自分が頑張ってそういう方に近づくとか、そういう風に可愛いと思われたいから、それこそダイエットしたりとか、顔をこうマッサージしたりとか、メイクを研究したりとかして、なんかその嫉妬じゃなくて、私はそれが刺激になってこうしたいなとか思いますね。アイドルにガチ恋の人とか嫉妬しやすいよね。え、多分さ、私さ、あのガチ恋の人いないですよね。え、私にガチ恋の人っていますか。え、多分いないんで、なんかいたら嬉しいんだけどなんかガチ恋の人いたら嬉しいかも。なんかガチ恋ですみたいに言われたことないから、そう、え、多分いないと思う、本当に本当に。
ガチ恋だよほぼ。え、本当？え、私にガチ恋してくれてるの？オンラインお話し会とかに来てくれてる男性の方って。え、それはないよ絶対。だってなんか育てたいみたいな、そういう感じで言ってくるもん。とか結構こうやってほしいとか、こうしてくださいとか言われるから、多分ガチ恋ではないんじゃないかなと思いますね。え、本当に本当にガチ恋の人いないと思う。私年齢的にかな、まだ多分これが19歳とか20歳とかなったら、ファンの方がこういろいろ入れ替わって、そういうガチ恋とかしてくれる人もいらっしゃるかもしれないですけど。え、待って、じゃあガチ恋ですっていう人じゃあなんか書いてください。ガチ恋ですとか、ピーとか、ピーは分からんけど、ガチ恋ですとか。え、ガチ恋の人いるんですか、私のファンの人に。ちょっとびっくりなんですけど。え、茶まおたはガチ勢。本当？ガチ、本当に私のこと好きなの、恋愛対象として。初知り。私のファンの人ってガチ、なんかよくなんか メンバーとかに、なんかれいちゃんのファンの人ってガチ恋多いとか言って、多分一人もいないと思います、年齢的に。私がね、私の年齢的に多分まだいないんじゃないですかね。多分これが19歳とか20歳とかなったら、あのガチ恋の人なんか来てくれるんですかねみたいに言って、それで、あ、そうかみたいな、みんな納得してたから、それで、え、それが普通かと思ってました。意外。推しメンはガチ恋。え、ガチ恋ってさ、恋愛対象で好きってことですよ。え、じゃあ私と付き合いたいと思ってるんですか。え、待って、それ本当に。え、本当にですかそれ。え、嬉しいんですけど、なんか逆に、なんか私のファンの人ってなんか本当にそれこそなんか孫とかなんか娘目線とかで見てくれたるのかなって思ってたりとかしてたから、なんか恋愛対象で私のことを好きっていう人多分いないだろうなみたいな思ってた。え、本当ですかそれって。すごい、ちょっとなんか今日発見、一発見、ファンの人との。私に、私売れ、私彼女にされしたいの。じゃあ私と付き合いたいっていう人いますか。じゃあそれもよろしくお願いします。私と付き合いたいよーって人。自分で聞かれる、私と付き合いたいよーって人、それはいない感じ。私とあばよくば付き合いたいよーって人。はい、だって投票したらそれは嫌です。私と付き合いたいよっていう人はあんまりいないんですね。こういう感じね。超意外。意外です。成人してれば対象になる。じゃあそれでは今日はこんな感じで終わりたいと思います。締め方下手くそ。じゃあ13位はゆきひろさん、ありがとうございます。ゆきひらさん、ありがとうございます。12位はまぼろしさん、ありがとうございます。11位はたんにさん、ありがとうございます。10位は天使閣さん、ありがとうございます。9位はぶけにゃんさん、ありがとうございます。8位はきよしさん、ありがとうございます。7位はみろさん、ありがとうございます。6位はべべもんさん、ありがとうございます。5位はアンジュンヨーカムパンガッタさん、ありがとうございます。4位はライムさん、ありがとうございます。3位は YSA さん、ありがとうございます。2位はセッキーさん、ありがとうございます。1位は科学大佐さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。あくびした。じゃあそれではバイバーイ。